はい、意識 in TV の意識 in です。2020年7月じゃなくて、えー、また間違えたんですけども8月6日6日の動画日記となります。はい、今日もよろしくお願いいたします。はい、今日は、えー、完璧な午前中を過ごしました。はい、えー、ここさあ今日はねえっ、ー、とー5時。 5時半ぐらいにまあ今日はというかいつも最近5時半ぐらいに勝手に目が覚めるここで目が覚めるんですねでえっといつもはそこから二度寝してまあ1時間ぐらい6時半とかに起きてまあちゃャッっとシャワー浴びて用意して米田コーヒーに7時に着くように行くというルーティンだったんですけども今日はちょっと5時半に起きて、えー、起きようと思って起きて、えー、あのー 昨日の動画に来てちょっとお話したんですけども、うん、と動画の編集アプリ、まあ、ツールですね、えー、動画を入れると、えー、勝手に自動で、えー、AI がねえー、っと音声を分析してくれて、えー、っとテロップをね自動で入れてくれるというそういう無料のツールを、えー、インスタのフォロワー,ーさんに教えて仲良くしている方に教えてもらって、えー、ぜひ まあ試してみようと思ってちょっと今日朝ね、えー、試してみたんですけどもちょっとねうまくいかなかったですえー、まあえっと分析音声分析はうまくいってあまあそのなんだろうな僕のあの、滑舌とかが悪いのかえっとまあ「意思筋 TV」っていう単語は読み取れてたんですけどもえっとまあ最初の挨拶ね「あの、意思筋 TV の意思筋です」の 一金 TV の一式、一金 TV の一金ですの前半の部分がなんか最近 TV って、あのー、読み取られてたりとか、えー、ところどころね結構、まあ、漢字とかも結構変換してくれるんですけども、すごいなと思って、えー、でも、まあ結構、あのー、あれだったんですけども、まあえっ、ー、と、まあそのままね、えっ、ー、と、最初なんでね、で編集しないで、そのコメント、テロップ編集しないでそのまま出そうと思って、えっ、ー、と、書き出したわけですね。 えー、書き出し形式が、えっと、まあ、デフォルトのままだと、うんと、そのオリジナルの、そのツールの拡張子になっていて、えー、これでは、まあ、あのアップロードできなかったんで、YouTube に。だから、あのー、あの、ドット・ m o v ファイルにね、拡張子をして、エクスポートしたわけなんですけども、それがね、えっと、思った以上に15分以上、えー、時間を要しまして、えー、ちょっとイライラしていたんですけども、 でできてね15分ぐらい経ってエ,キスポエクスポートが完了してさあ YouTube にアップするぞと思ったんでで思って確認したんですよ動画をねちゃんとできてるかなってそしたら、えー、なんとね15分も待ったのにテロップだけテロップだけ、えー、入っていてえっ、ー、とー映像がね真っ暗真っ暗でしかも音声すら入っていないという、えー、ことに 動画になっていて、もうこれはダメだということで、諦めて、もう15分かかったんですけど、諦めて、えー、普通にいつも通り、えー、無編集で、えー、アップロードしました。はい。ちょっとなんか、あの、悔しかったですけど、<laughs> はい。まあちょっと、また、えー、火を置いて、えー、気持ちが切り替わった時に、また再チャレンジしたいと思います。はい。で、今日は、朝 あの午前中ね、えー、それをやって、えっと、朝7時にね、え、ントコーヒーに、まあ、6時55分ぐらいに行って、そしたら、5分ぐらい前になったら、えー、転するので、えー、行きまして、えー、で、ね、えー、日記を今日はね、30分ぐらいで、ちょろっとえ書き上げて、なんかいつもより、これあれですね、5時半に起きて、えー、まあ起き、目が覚めたときに起きる。えー、目が覚めたときに起きる。 とえー、体の調子が良くなるということが分かりました今日はいいつもはね5時半に目が覚めるけど1時間ぐらい寝てるんですけども今日はパッと5時半に目が覚めた瞬間に起きて活動していたのでこれはねえっ、ー、と体にいいということがね分かりましたはいそれでめちゃくちゃえー、いつもは眠くなるんですけども全然朝眠くならなくてえー、調子がめちゃくちゃ良かったですで最近のルーティーンとして、えー、まず日記を書きますえー、で次にえっ、ー、と朝ね 頭が冴えているときに、えー、ブログのね、ブログの記事を、えー、2つ、えー、まあ2つって言っても結構軽い内容のものなんで、えー、2つ書いて、午前中で3個、えー、とりあえず1日の目標、3記事を達成するということでやっております。今日もちゃんと2個更新することができました。はい、よかったです。はい。で、えー、っと、まあその後は、まあ、リモートワークの作業したりとか、案件の作業したりとか、 えー、して午前中はもうめっちり5時間ぐらい、えー、朝7時から12時とか12時半ぐらいまでめっちり5時間、えー、やりまして、えー、やりきってでお昼帰って飯食って、えー、ここで昼寝してでまたカフェに行きましたはいでカフェでねえっと今日は友人とえっとまあ近所のね焼肉食べ放題に、えー、3000円ぐらいのなんですけども焼肉食べ放題に7時 半ぐらいいいに行くという約束をしていたので、えー、その7時半というタイムリミットに向けて、えー、午後はね、えー、ああと何時間できるな何時間作業できるなという感じで、えー、定められた、えー、決められた時間で、えー、作業したんですけどもすごくあのまあちょっとまあ午後はちょっと単純作業本当に単純作業ばっかり、えー、やったんですけども、えー、すごく時間が、えー、と決まっていたことで。 あとは、えっと、これが終わったら焼肉が食べれるということの、えー、2つが、えー、すごく大きな、えー、効果で大きな,なんで作用して、えー、すごい集中することがいつ,もよりいつもより集中することができました、はい、でトイレもねいつもはねもう結構、えー、30分おきとかにお手洗い行、えー、っちゃうんですけども今日はあのー、もうそんなことはなく 1>, 1時間以上トイレに行かずに集中することか作業に集中することができました。はい。これはもう一重に、えー、夜ねの用事が、えー、決まっていてあって、えー、そこのに向けて、えー、決められた時間で、えー、き時間が、えー、短い時間が、えー、タイムリミットがあるということでそこそれが、えーまあ、制限があるということが すごく人間にとってえー、集中力が上がる要因になるなと思いましたはいなんか同じこと何回も言ってる気,は気がするんですけどはい気にしないでください、はい、で、えー、その後焼き肉行って、まあ、いつも通り、えー、美味しく、えー、食べましたとはいえー、今日はまあ、えー、前回前々回前々前回の反省を生かしてラストねラストオーダー10分前にドワーって今までは まあもう食べれないだろうのにサラダとかねめっちゃ頼ん,だんですけど今回はちょっとグッと我慢して、えー、ゼリーとかシュークリームとかアイ,アイスシューですねアイスシューとか、えー、スープにとどめておきましたうどんも食べましたおいどんも美味しかったですはいまあただちょっとね今日も、えー、ま前よりはだいぶお腹は、えー、腹まあ腹9分ぐらいだったんで 何、えー、とかこう、抑えたんですけど、前よりは。でもちょっとまだ、あの、調整がうまくいってなくて、ちょっと、結局ね、お腹、帰ってきてから痛くなっちゃったんで、まあ、次、まあ、焼肉はまあ、月1かなっていう感じなんですね。今のところ。なんで、えー、次行くときは、来月行くときは、ちょっと、さらに、えー、お腹の調子を、えー、保てるように、えー、な食べ方をし,したいと思います。はい。で、えー、そうですね。えー、で、それで、なんだっけな。 あその友人も、えこのこういう動画日記をえ僕とほぼ同じタイミングで始めて、えー、頑張って一緒にやってるんですけども、でその友人の、えー、まあ、なんかその,その友人の、えー、知り合いかな、後輩みたいな子がいるらしくて、僕は会ったことないんですけども、えー、その子がなんと、あのその友人に、えー、の影響を受けて、えー、今日から、えー、動画日記を同じような形で、 YouTube で始めたということが分かってすごく動画日記の民が一、えー、人増えて、えー、嬉しい限りでございます。はい。えー、こういう感じで、えー、どんどん動画日記の文化を、えー、広めて盛り上げていきたいなと、えー、思いますね。はい。えー、ぜひこれを見ている皆さんも本当に、えー、無編集でね、ただこれ自撮り、スマホで自撮りして、 ただベラベラ喋ってるだけなんで、ぜひね、皆さんもよかったら、何かこう、まあ、思い出を YouTube に残したいとか、話す練習をね、毎日、まあ、短い時間でアウトプットしたいとかいう方がいらっしゃいましたら、ぜひ、本当に、まあ、顔出ししなくてもいいし、音声だけでもいいんで、ぜひね、喋る練習として、ぜひ、この動画日記という、まあ、形を、 採用して、えー、一緒に楽しんでいけたらなと思っているんで、ぜひね、えー、あのやってみましょう。はい。待ってます。はい。で、えー、そうですね。うんと、あとは、あ、さっきね、あの、妹から LINE があって、まあ、参考したの妹なんですけども、一緒に、えー、まあ、お互い、その、ウ、えーバーワールド、ウーバーワールド、ロックバンドですね。 えー、はい。えー、が大好きで。でそのまあ去年、えー、クリスマスかなんクリスマスさっきなにクリスマスじゃないかえか、ー、12月に、えー、東京ドームで、えー、行われた、えー、男祭りというライブがありまして僕はちょっとラッキーで友達が当ててくれたのに行ってきたんですけどもえっ、ー、とそちらのええー、様子がライブの様子が 映像でね楽しめると映画館で楽しめるということを妹が、えー、教えてくれて、えー、8月のね28から1週間だけ、えー、全国の50箇所50 50 50映画館50巻ぐらいで全国で、えー、放送される放送というか見れるということで、えー、チケットは、まあえー、と来週かな来週の、まあ、今月中旬に発売開始予定ということで。 えー、一緒に妹と、えー、今月末かそれか来週来月頭に行っていきたいと思います映画館でねウーワールドのライブを、えー、楽しめるなんてなかなかない機会なんで、えー、楽しんでいきたいと思いますで東京は、えー、東方シネマズのなんとたった2巻しかなくて見れるところが、えー、東方シネマズ日比谷と東方シネマズ池袋、えー、しかないそうなんで僕たちは まあ日比谷に行っていいいきたいと思います、はい、ではまた、えー、今日はこんな感じで特にまああのー、<laughs> 内容はなかったんですけども、えー、見ていただきありがとうございます、はいえー、明日も一、えー、日気張、えー、ってしまっていきましょう、はい、それではまた皆さんお会いしましょうバイバイ